ちょっと悪い顔しとるな、顔が。内閣在宅合わせて36の目がある。初代の配信の旗本が交代で警護に当たっている。しかし実際には大名旗本の家臣中年が警護に当たるのではなく、委託を受けた口入れや人宿が派遣する役人中年が警護に当たるのが常であった。申し訳ございません。申し訳ないでそうと思うか。彼が兄弟大名工事の盗賊が走り回るなど前代未聞の出来事じゃ。その方が当番顧問である火事橋御門より侵入逃亡いたし資格は明白。早く怠慢であるぞ。はあ、二度とこのようなことがあったら同時にかかるね。絶対に資格がと十分に心かれ。まあ、本当だ。浜田殿、だいぶやられたようだな。鴨志摩、それは一体どうすればよろしいのでござろう。数ヶ月に一度もらってくるだけの門番のために中年どもを叩いておくほどの余裕はちょっとござらん。武士大に下請けさせるのは誰もがやっていること。お察します。お察します。悪いやつよ、これ。顔から。悪いやつは悪い顔すらいかんのよ。この人が一番似合うな。無宿者がならず者がよく噂を聞いたもんだが、東八殺しをきっかけに一気に改善できんのかと思ったら、門番中間の指定量を受け負っている吉田屋という人枝の人足部屋に登り込んでみた。そうだったのですか。すると市民はいいかんな。新参者は遠回りばかりでなかなか門番に回してくれん。ではこれだけの騒ぎはすべて無駄だったとおっしゃいますので。いや、そうでない。火事橋の小橋は東橋が壊されて黒助という男が小橋を奪ったとだろう。大田備中の屋敷の盗賊さん、何か見ようか。ではまだお続けになりますので、もう少し寝る。痛いぞ。それはなりません。眠たいことはないけど。そういうな。もう少したら何とか辛抱してくんだ。この風が来るのがな。何でしょう。で、冷やカラオケを持って2階からも降りてくるのに。あの、こうなった。助けたとして、あの女の身元を現れに行ってみる。
これが2年前、こっちが3年前の分だ。恐れ入ります。どうしようというのです。この女だ。西光の子、23歳、宮城に立つ。間違いない。西光の子なら3年前、中元とともに銀座屋敷の蔵を狙って失敗、御用連となり三宅島を送った。島からはいつ戻りましたのか。この春だ。足を洗って肌着の花ぶりになっているはずだが。そうか、あの女は盗賊だったか。はい、大田備中守様お屋敷の盗賊さんに心の知らせでございましょうか。間違いあるまい。門番に盗賊か。一体何を企んでいるのか。あ、それから花屋の方をめぐみがひいきにしているようです。めぐみ今日早めに出るけど、早めに歩くよ、9時過ぎに。うん、あ、おらんのよ、今日から。誰の他には住んでませんけどね。たくさん取れるのよ。おかわり。はい、これ、これでもお姉ちゃん、いいの、あんまり欲しくないから。ごめんなさい、私のためにみんなに迷惑ばかりかけて。早く元気になりたいな。なれるわよ、必ず。もうすぐいいお医者さんにもかかれるし。あれは息子の姿ですかね。ひいさん、お母さんは綺麗な体に戻ってるんですよ、ちゃんとした真人間に。あの子供たちはどこの身内とは思えんが、はい、全部他人で。どうしておこぼやすなったのか。それは本人の口から聞いた方がいいでしょう。